いので、うん、お二人の昨日の放送後の行動をお願いします。こちらがお題。あ、お題、お題ね。オッケー。はい。まあ、勝てばいいわけですよね、つまりは。そうですね。うん、いや、なんか放送後の行動、結構忙しかったんじゃないですか。そうなんですよ。ちょっと思い出してみましょうかね。じゃあ行きます、はい、はい、はい。じゃあちょっと心の準備をしてから行きましょうかね。参ります、はい。昨日の放送終了後、私はすぐに会議がありました。はい、1時間ほど。はい、まずはそんな感じで。めぐみさんは？はい、私はですね、昨日の放送終了後、電話をまずしました。で、アポイントを取って、約束を取って、それで空港近くにあります、うん、沖縄県文化振興会の10階を訪ねました。なるほど、はい、そこで 何かあったんですか。ミーティングのみですか。人にお会いしまして、いろいろとご相談をなるほど、ね、して今年度の振り返りと、はい、来年度の、展望を、まあ、話し合いました。たどたどしい。はい、私は会議の後は昨日生放送の番組以外にも録音の番組もやってるので、はい、録音の番組の原稿を作ってましたね、うん、結構それをちゃかちゃか受けて、はい、でその後あ、打ち合わせがありました、もう一つ、うんうん、はい、いいな、なんでなんか慣れてるな、慣れてるよ、慣れてるけど、でもだからお昼ご飯を食べる時間がほとんどだからなかったんですよ、昨日、うん、でももうあんまりにもお腹空いちゃって、うん、結局会社の近くの百貨店に行って百貨店の地下に行ってお惣菜買って会社の自分の机で寂しく原稿を打ちながらかじってました。私も昨日はちょっとお昼を食べる時間がなかったので、うん、そのお尋ねしたビルの中に建物コールド勝ちや、僕のこれもうコールド勝ち。めぐみさん、難しい、赤子の手をひねるようにってこういうことですね。難しい、アポイント、ミーティング、ビル初めてやったんです。あ、こんなに難しいんですね。結構使っちゃってるわけよ。使ってるんですね、私たち普段の、うん、なんかついた人もするんで、めぐみさん、秒殺って。私自分でこんなに横文字を使っているとは思ってなかったです。意識してなかったでしょ。実は余裕で私の方が楽勝だと思ってました。いやいやいや、そうなんですよ、これ難しいんですよ。難しい、もう本当に外来語とかこの横文字って散りばめられてますよ、私たちの会話の中に。横文字弱いのにな。横文字弱いはずなのに使っちゃうっていうのが不思議よね。悔しい。さあ、それでは答えていただきましょう。めぐみさんはまあもう5年来ね、いとしの方と結婚生活を続けていらっしゃいますけれど、私はそれ昨日まで知りませんでした。一体どういう方なのか、そしてどういうところに惚れたのか、何が決め手だったのか、その辺のところを語っていただきます。本当に私と結婚してくださるぐらいの本当に心の広い方なんですけど、結婚の決め手はもうたった一つですね。地図が読める。地図が読める。地図が読めるんです、彼は。彼はで、私もう全く地図が読めなくて、ああ、いろんなとこ行くととにかくもう方向音痴でもありますし迷うんですよ。へ、で彼はものすごく地図を読むのが上手で、へ、きっと人生に迷ってもなんか地図を導いてくれそうな、読んでくれるんじゃないかと、なんかそんなことを思いまして、うん、でも今2人で迷ってる感じです。引きずり込んだ迷い道に。でもそういうので尊敬につながるもんね。自分ができないことできるってリスペクト。そう、地図が読めるってのは確かに結構決めてましたね。あ、そう、いやでもさ、僕富田めぐみという人物は何でもできる人と思ってたんだけど、できないことが多すぎるんですよ。すごいね、僕もうこの使
間だけで結構いろいろ面白かった。ものすごく日常生活はもういろんな方にご迷惑をおかけしながら。最高、その抜け感がいいですね。ようやく過ごしてるんですよ、日々を。なるほど、はい、もっと暴きたいですけれど。でこれぐらいで今日勘弁してやろう。地図が読める男だからです、はい